やばい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 ってやばい。はい、始まりました、ゲームナックナイスガイのスガイです。そしてやばがいでーす。はい、というわけでね、本日はゲームナックでアマンガース遊んでいきたいと思いまーす。イエーイ。じゃあちょっとルール確認するために、ちょっと今音声つないだまま一旦ゲーム開始しちゃいますね。はい、はい、まさかゲームナック始まって以来の人数の多さですか。確かに。いや、そうです。これは初人はね、超ビークとか高松さんとかもいますね。お願いします。お願いします。お願いします。このアマンガスっていうゲームはですね、人狼ゲームみたいなもんです。まあ宇宙人狼とかって相性もついてたりするんですけど、うん、みんなでこの宇宙船に乗っているクルーメイトなんですが、はい、この中に2人、まあ、人狼ゲームでいうところの狼、インポスターっていうのが混ざってます。うん、そのインポスターっていうのに殺されないように宇宙船の修理を終わらせようっていうゲームですね。はい、なるほど。なんで裏切り者がいるんだ。そう、なんで裏切り者がで、ちなみにその裏切り者インポスターの目的は、自分たちインポスターとクルーメイトの数を同じまで減らすこと、通りすがりのクルーメイトを、まあ、殺していくというのが、まあ、目的になります。クルーメイトは、宇宙船の修理を完了するか、もしくは、裏切り者を全員追放してしまうと、それで、勝利になります。はい。で、例えば今インポスターになってる人って誰ですか。はいはい。じゃあちょっとふくらとこうちゃんがインポスターなんだけど、例えば僕のところにこうちゃん来て、僕をちょっと殺害してみてください。はい。みたいな感じでインポスターはクルーメイトを殺せるんですね。で、それを見つけた人は、通報とかできると思うんですけど、通報してみてください。はい、通報。でそしたら菅井が死んだよと出てくるわけですね。田村さんが通報者。はい。でこの時に、会議画面になりますので、ここで会議して、この人が殺したんじゃないか、あの人が殺したんじゃないかとか、この人怪しい場所で見たよとか、怪しい動きしてたよみたいな会議をここでしてもらって、投票して、追放する人を決めると。なるほど、うん、なるほど。これ現行犯でしたけどね。まあ現行犯で見つかった時にはね、もう絶対川村さんですみたいな、絶対紅茶ですみたいな。今ぐらい人数多かったら逆に誰が殺したか分かんなくない。はい、あ、そういうこともあると思いますよ。いいことに気づきましたね。おいいことに気づいたな。いくらか。怪しいぞ。投票。勘のいいガキは嫌いだよということで、じゃあちょっと投票とかしてみてください。これもだって今自分に入れたもん。あ、自分にも入れられるんだ。入れるんだ。昨日ね、ちょっと俺殺せないのに。ちょっと待って、殺せないよ。怪しかったやっぱり。いや、鋭かっただけだよ。このように票が一番集まった人が追放されて、その人も死んでしまうと。はい。で、こうやってどんどん宇宙船の中の人数が減っていくんですけれども、そうやってインポスターを追放しきるか、クルーメイトの数をインポスターと同じにするかで決着となります。まあこんな感じのゲームです。でタスクとかはね、やりながら進めていくんですけど、まず聞きたいのは、この中でこのゲーム遊んだことある人。はーい。で川村さんは。僕はさっきゲームをインストールして何も分かってないです。タスクに関しては見れば分かるとしか言われてない。結構人狼ゲーム得意そうな2人が割と今日初心者だから、はい、いいかもしれないね。いい感じなんじゃないですか。いい判断。ちなみに須貝の自己紹介していいですか。お、はい。須貝、このゲームの実況が大好きで、 YouTube でマジで1日4本ぐらい、半年ぐらいずっと見続けてるんですけど、遊ぶのは今日が初めてです。東大生あるあるの知識から入ってるパターンですね。じゃあこうちゃん投票して、こうインポスターを排除して平和になって次のゲームに行ってみましょう。はい。いいね、みんなでやるの楽しいね、こうやって、うん、これ相当グロい処刑だよな。確かに宇宙に飛ばしてるから、ね、飛ばしてるって破裂しちゃうよ。ゼロですから破裂する。考えるのやめちゃう。考えるのやめちゃう。これ宇宙服なんじゃないの。確かに。あ、宇宙服ごと。はい、ではじゃあ早速ゲーム開始していきます。皆さんミュートお願いします。はい、ミュートした。はい、いくぞ。さあ、インポスター、菅井鶴崎。
なんかこれみんな固まっとるな。ちょっと探すか。さてどうしようかな。さっきなんとなくコミュニケーションを鳴らしたんですけど、マジでなんとなくだったんで、あ、福良さん来た。これ殺そう。あー、ちくそ、山神がついてきやがった。どうしようかな。ここは山神福良。あ、メルトダウン、原子炉メルトダウンが起こってるので、ここでちょっと待ち伏せしてやな。あ、これ福良来てないぞ。でもこれついていかんと怪しまれるな。ついていかんと怪しまれるわ。あ、ここで福良さんを、よしよしよし、バレてない、よし、バレてない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 、いいぞ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 。ほんでこれで石油で殺したから、おお、別の人の下やこれ。はいはいはい、聞こえてます。はい、はい、聞こえてます。やばいやばい、はい、やばない、やばい、これ、ほぼ終わったんだよ。そうなの。いや、とりあえず川村さんが発見者でしょ。そうですね、ウェポンルームからナビゲーションの方に行こうと思ったら通路に恭平くんが倒れてまして、なるほど、見せ場作ってあげろよと思ったところです。なるほど、はい、ラジオはいいけど、右側ってことですね。うーん、まあ多分ね、でも三サロあたりかな、ウェポンルームから下がった。はい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 、O2 とウェポンとナビゲーションの三サロあたり、はい、そうですね。でその前に僕ウェポンルームでタスクをもたもたしていたので、そんなにさっきやられたとかそういうわけではなさそうなんですよね、正直。ほうほう、なんであんま分かんないなっていうのが正直なところ。で、なるほど、しばらく誰にも会ってないんですよ。リアクターに、リアクター直したときに僕こうちゃんさんと一緒にいたんですよ。いた、うん、で菅井さんもいましたよね。いたいた。菅井さんはどこからリアクターに来ました。ローアーエンジンから、うん、こうちゃん山上をちょっと追いかけるような形でリアクターに登っていったって記憶してる。そうですよね、電気室にいましたもんね。うん、ほんで、え、そうそう、電気室からローアーエンジンに行ってて、で、うん、こうちゃん山上を追いかけるような形でついてて、そこに鶴崎もいたと思う。僕上から来ましたね。あ、上部エンジン、カフェテリア上部エンジンから来たと。はいはいはい、そうそう、うん、高松さんは、そうですね、僕もどっちだ、カフェテリアからちょっと待って、最初どっち行ったっけ僕。リアクターから右側に原子炉直しに来ました。ああ、原子炉は向かいに行ってる途中で、直った。へえ、ちなみにセキュリティールーム見てた人います。見てないです。見てない、監視カメラのやつね。実はちょっと今言うんですけど、ちょうどレポートする直前に僕セキュリティールームに足を踏み入れて、はい、福良さんの死体、セキュリティールームで明らかにテレビというか監視カメラを見ているところで殺されたであろう福良さんの死体を見つけて報告しようとした瞬間に川村さんがレポートをしたんですよ。なるほど、はい、で、僕の記憶だとセキュリティールームから原子炉に高松さんが入ってきたような気がするんですよね。セキュリティルームからかは分かんないけど、原子炉にいたときにその右から入ってきたのが高松さんだった気がする。 それは僕も見てます。に、で原子炉でタスクがあったんで来ました。え、うん、いやなんかもうちょっと投票時間あれやけど、これ高松つらんとやばい盤面だと思ってる。これ誰か一人つらないとやばい盤面で、だいぶやばいんで、まあ今のだったら高松さんでいいと思います。いやちょっとやばいな、ちょっと。じゃあ最後に何か自制の句を。はい、これはですね、自分の行動をよく覚えてなかった僕の責任でございます。あ、自由に言ってます。え、何それ、どういうこと。どういうこと。クルーなの。いやいやいや、素人だったら言わなきゃダメだよこれはね。ちょっと、いや、クルーなんですが、わかんないな。追放されていく。ぬるっと追放されてしまった。ミュートしてください。はい、はい。さあこうなったらあと一人もう倒せばいいんで、壁が閉まりましたね。こうちゃん、川村、こうちゃん狙っていこうかな。さあ即メルトダウン、即メルトダウン。よし、
でこれでさ、いやこれもうあと1人倒せばいいだけだからもう勝ちでしょ。これでいいでしょ。これ勝ちだよな。シンプルにメルトダウンをこの人たちが直して壁閉めましょう。壁閉めます。でも向こうに残ってるのは鶴崎だけで、よしこれで勝ちだ。さよなら。やったー。あ、負けた。最悪だ。すいません、やったぜ、鶴崎。いや、確かにね、さっきね、菅井さんと鶴崎さんが、いや、そうなんだよな、そうか。菅井さん、鶴崎さんも一応できたなと思ったんだけど、まあなんか、鶴崎さんも高松さん見たって言ってるし、いいかと思っちゃった。高松さん、ちょっともうちょっと反論してよ。そう、ちょっと反論してくんないと。してくんないとさ、あ、これ、あ、まあ諦めたんだなと思っちゃったよ。緊張でね、どこ通ったか覚えてなかったよ。ありがとう。覚えてなくてもさ、殺してないよ言えるじゃん。まあね、もう最悪パッションで立ち向かおう。なんでもうね、終わっちゃったのよ僕の中で。ダメだな、ちょっともう放送事故レベルだ。いやそんなことないよ別に。しかもこのマジでカメラ回して1回目のゲームで鶴崎須貝会っていうね。もう面白いゲームなく1本目と同じメンツで。お、癒着か。それは。俺は2人とも強いよね。サーバーと癒着してるから。サーバーと癒着してるから。クルーメイト。さあクルーメイト頑張っていきましょう。クルーメイトマジで気が楽なんだよな。でってってん。鼻歌混じりにタスクいくぜ。よいしょ。カードスワイプから。よいしょ。ほっ。早すぎます。ほっ。あ、遅すぎます。そうだよね。ほ、はいはい、赤、黄色、紫がいて、よいしょ、紫が後ろからついてきている、紫が後ろからついてきている、よしよし、で赤が上回りできてて、あ、じゃあはいはい下行きます。あ、この、あ、この、あ、緑もおるやんけ。あ、全員集合か。あ、ふくらだけおらんな。黄色だけおらん。あ、違う、青もおらんな。高松がおらん。あー、なるほど。じゃあカフェテリアの右上のやつやるか。ゴミ箱を空にするってかな。よいしょ、ビヨイーン。はい、どうやろう。おー、酸素枯渇、大丈夫かな。これそろそろ人死んだりしとらんやろうか。ちょっと、お、ふくら生きとる。8、2、3、1、9と、よいしょ。え、あの人酸素何もやらんままどっか行ったぞ。やばないこの人。え、待って、アドミン誰もやっとらんの。それはしょうもないぞ、それはしょうもない、それはしょうもないぞ。おお、危ない。いやいやいや、今のはやばい、今のはやばいでしょ、今のはやばい、今のはやばいって、やばい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 、やばいって、やばい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 、やばい、ちょ待って、これみんなマジでガチでこうちゃんです。これなんでですか。いや、菅井さんです、菅井さんです。アドミンで目の前で川村さんを殺しました。いや、これね、僕も見てて、これ菅井さんです。え、あの、これ菅井さんです、マジで。出た、こうちゃん高松だ。はい、決まりました。鶴崎、いや、ほんまに、あの、セルフです、これマジで。いや、出た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 。自分で通したから。いや、まあ、こうちゃん高松なんで、ちょっと鶴崎とふくら、鶴崎とふくらは自分がクルーメイトの自覚はもちろんあると思うんだけど、はい、これ菅井さんが釣らないと終わりですよ。高松はどこにいたの。僕はあの、あれで高松もアドミンにいた。 O2 を解除してました。あ、でさ、ちょ待って、あ、ふくらさんさ、 O2 にいたでしょ。うん、うん、で、O2 のとこで O2BB ってなってたの直してたじゃん。そうね。で、それ俺とふくらさんとぐらいがいて直したわけじゃん。うん。で、鶴崎どこにいた？僕はね、セキュリティールームでね、見てますよ。菅井さんとこうちゃんと高松が、あの、管理室に入っていて、で、あの、ふくら P は、あの、なんかナビゲーションの上のベントら辺でうろうろしてるのを見た。はいはいはい。で、その時ずっと O2 直ってなかったってことに違和感を持ってほしくって。だから、アドミンにいた人が、そう、さ、マジギリギリだって、あと4秒ぐらいだったよね。治ってないのがおかしくて、あのさ、フクラティがさ、あれだよね、その酸素ルームの側だったんだよね、の直してなかったっけ。そう、
だからで俺がいたの覚えてる？え、こうで、でいて、あ、こっちがクラビが直すかなと思ったから俺はこう向かってったんだよ。うん。だからまあなんていうの、こう直そうという意思がある動きだということがわかると思って、ね。じゃあこうちゃんは最悪いいよ。じゃあ高松はなんでアドミンにいるのに O2 直してなかったんだってなるわけよ。それはあのエッチでオッチで歩いてきてギリギリたどり着いたんで。見えましたね。そのそれ鶴崎的にどうなの？それどれぐらいの、いやリアルタイムで3人は結構近いタイミングで入っていったのよ。またクラさん3人いてあんなに遅かったのはそんなに不思議じゃないってこと？誰と、まあそんなに不思議じゃないけど、クラさん視点からしてさ、別に俺がもしだよ、さっき菅井さん俺が殺したって言ってね、で俺が殺したんだとしたらだよ、さっき酸素ルームに俺とクラピがいる時にクラピを殺した方が安全だと思う。こうちゃんいた酸素ルーム。いやいたいた、だって いたって思うのはその酸素ルームにクラピがいるってことをだってすぐ証言したから絶対それいたよ。いて、あ、もう直すんだなと思ったから回ったの。だってそこで殺せばいい、俺だったら。まあそれで言ったら菅井さんもでもいたよね。そうだ、同じことなんだよな、それって主張として。だから意味なくて今の主張って。で、だから何、菅井さんもいたの？ごめん、それは俺分かってない。そう、俺はいたよ。俺が直し、なんだ、俺はポチポチって数字押してて、福良さんは数字押してたか分かんないけど、とりあえず酸素ルームにいたのは間違いないのよ。うわ、これ俺の記憶力に委ねられている。いや、まあ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 、でもお願い、まあ、俺もうどうする、こうちゃんと高松だったらみんなどっち投票したい？いや、それはおかしくない？いや、こうちゃん高松か菅井さんかの二択で。いやいや、まあ少なくとも俺は、じゃあ俺こうちゃんに入れたよ。あれ、よし、釣れた。やったこれ。うわ、やばい、うわ最悪で、待って、これで終わんないから大丈夫、終わんないから大丈夫。お、生きてる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 、これはこうちゃん高松しかなさそう。ここは下に降りましょう。そうだね、何かが起こると思ったんだ。下に降りるとね、あの、コミサボとね、この停電をね同時にケアできるんで、僕は行きます。はい、閉じた。これで押せるんじゃない？押せた。はい、集合です。はい、で今のでこれでゲームが終わってないっていうことで、あの、理解してほしくて、これで一応連れてんのよ、絶対。はいはいはい、そうね、2人いたら 2-2 で終わってるはずだもん。そうそう、1インポスター連れてんの。だからこうちゃんってインポスター以外ありえないのよ。処刑って1回しかしてないんだから。そう、ね、確かに、そうだね、そうだね、はいはいはい、うん、じゃあ高松でしょ、あと。確かに、いや、そうだ、そうなる、ね、そうはならんでしょ。いや、そうはなるでしょって。いや、高松こうちゃんと菅井ふくらぴーのどちらかなと思ってたんだけど。いや、でももうその、僕が、見たというだけであって、それは別にね、あの、菅井さんがやって、ラインできてるとはいえ、僕と断定する要素はなくないですか？え、菅井こうちゃんだって言ってるってこと？高松は。菅井こうちゃんもないですか？なんで、菅井こうちゃんの場合、こうちゃんが菅井釣ろうとする、5人盤面で菅井釣ろうとする意味ないのよ。うん、そうだね。絶対こうちゃん高松なんよ、これは。で、ふくらさんが、クルー目線持ってて、で菅井が O2 直しててる、うん、O2 直してるってとか拾ってほしいし、鶴崎も、アドミンに入ったのは、こうちゃん高松菅井で、で、うん、こうちゃん高松で菅井塗ろうとしてたのってのはもう分かってもらえると思うのよ。うん、なって普通を不利にするためにあえて2人でナスに付き合ったみたいなことないですか？だってなんで菅井とこうちゃんがじゃあバチバチして、菅井がむっちゃこうちゃん釣りをしてんの？さっきの投票って1人だけやったんやで、菅井しかこうちゃんに投票してないの。確かにね。それでこうちゃんが連れてんのよ。だから菅井こうちゃんのラインってありえない。菅井はスキップ入れるよ、そうなってたら。なるほど、なるほど。誰も殺さない方が、誰も殺さない方が、決まったかな。じゃあ俺は高松入れちゃおう。高松入れちゃおう。これ違ったらもう菅井さんにブチ切れで、これで終わんなかったら、はい、むずい。いや、終わんないことありえないよな。俺高松釣ってふくらか鶴崎ですとかいうのもう追えないんだけど。いや、無理だな。そうだね。まあまあまあ、僕は投票スキップしますよ。ほら、スキップとかおかしいのよ。ここでスキップ選ぶのもおかしいんだよね。これって菅井釣り寄さなきゃいけないとこなのよ、高松って。なんでこれ終わりです。勝ったか？クルーメイトの勝ちだと思いますけど、これ勝ったか？勝ってほしい。どうだ？イエーイ！
ナイスナイスナイス、よくやってきました、スカイさん。本当に高松さん、ごめん。本当に高松さん、ごめん。あのね、いいの、スカイさん。もう、あと1秒待ってれば、勝ってたんですよ。ほんまに。でも俺が、間違って、河村さんを殺しちゃったんですね。それが、そう、間違って殺しちゃった。僕と恭平くんがダブルキルされたんですよ。そう、うん、だからもうちょっと待ってれば、その菅井さんと河村さんをダブルキルしてもう終わりだったんです多分。いや、ね、普通にその酸素ルームの状況で、その時間数的にあと2秒とか1秒とかあったから、で、あ、なるほどね、のが、うん、高松さんで多分この人直さないなと思って、やった、勝ったと思って、俺がその間違って殺しちゃって、やばい殺しちゃったと思って、だからその隙にレポートされちゃって、菅井さんに、いや、やばーってなって負けた。わがまやないかい。じゃあせめて殺意はあれよ。過失し、このゲーム。過失し、え、殺人じゃないの。もう河村さんがいなければ、もうあんで殺される位置いるんだよ。もう河村さん被害者だから。河村さん、あれだってナイフ動かした先にいるのが悪いって言ってる。はい、というわけで2試合やってきましたけど、ちょっと面白いですね、はい、これね、いいですね、楽しかった、面白い、面白くねえよ。あれ全然面白くねえわ。あれ理不尽にやられた人いるな。負けてる人いるな。いや、理不尽な人に理不尽にやられる方したんだけど。一番理不尽。あのね、僕2回本当になんかね、あのね、悲しい気持ちになった今日、なんか。なんか、こうやって別に人を殺したくもないのに殺して、その挙句負けるっていうさ、何が起こるんだろうと思って。まあでもまあ、後半戦もありますからね。後半戦の方でめっちゃ高松さん頑張っていこうね。はい。現状僕の弱さを晒しているだけの動画になって。前半ということでこの辺りで終わりにして、後半もね、アップしようかと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただければと。はい。そのためにはチャンネル登録をしてお待ちいただければと。というわけでゲームナックチャンネル登録してお待ちください。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。